あ、着いた着いた。まだお店が開いてるみたい。あれでもなんか静かだな。だってじいちゃんだってあんなに頑張ってたじゃないか。そんなの納得できないよ。お、怒ってるテル君が。とにかくもう決めたことだ。おう、この店は今夜でおしまい。諦めなさい。これなんで？そう、そうだそうだそうだ。これさ、なんでなの？まあなんでっていうのは反省し、話を進めればわかるのかな。あ、てかさ、ちょっとコメント欄リアル。バイト先があって。ちょっとそうよね。私もこれ懲戒解雇じゃん。これ予告なしのクビじゃん私。そうよね。てるくんって思ったけど、そう、私も無職じゃん、これで。お店はそんな、え、私、クレジットの支払いとかどうしたらいいの？でもこれ、冷静に考えたらなんでなんだろう。ちょ、大丈夫？大丈夫じゃないよね。アンネリー行きましょうって。雇われ店長？いや、ああ、どうしたんですか、こんな夜更けに。ねえ、テル君に出ました。ちょっと様子がおかしかったから、それで来てみたけど、なんで店じまいにするんだろう、そういえば。ありがとう。テルのやつを心配して来てくれたんだね。うん。お店閉めちゃうんですか？聞いていたんですか。そう。今日でサンゴ礁は閉店です。なんで？でもそう、でも急にどうして？年寄りのわがままです。え？これまで一生懸命店を助けてくれたテルにもあなたにもすまないと思うけど。え、理由はわからないの？そうそう、納得できないわこれじゃ。あ、そうだね。こんなことを頼めた義理じゃないけど、うん、ちょっとテルを見てやってくれないか。いや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 、なんか話が噛み合ってないって。話が。ねえ、なんでって聞いたのに、テルを見てやってくれないかって。甘え方を知らないだけで、本当はそんなに強いやつじゃないです。バレンタインにわかる。店は僕が閉めておくから。いや、でもこれはかわいそうだよね。え、だってテラ君はさ、このお店を継ぎたいためにさ、あんな勉強も必死こいてさ、やってたのに。てか将来の夢だったのに。テル君、ねえテル君。何？大丈夫じゃないよね。別に平気。まあ平気には見ないけど、というか平気じゃないでしょう。じゃあ膝。膝？膝貸して。え？え？え？いい気持ち。あれ、甘え方をようやく知ってくれたの？これまだ付き合ってないのよね。俺分かってたよ。え？気づかないふりしてたんだ。え？お店しまうかもって分かってたの？口に出しては言わないけど、じいさん、俺がいっぱいいっぱいなの見かねてたんだ。おう。それで。ん？なあ、俺、ん？できること全部やれたのかな。え、ちょっと待って、あれ、なんか森田さんのなんか演技がちょっと感情がこもってきたんだけど。テル君は頑張ったよ。そうか。
もうちょっと。ん？もうちょっと。このまま。少し。疲れたんだ。あ、パトラッシュって。あんたたちね。あんた、このいいシーンはちゃんとコメント付きで残るんだからもう。ちょっと、パトラッシュ。いいよ、ゆっくり休んで。いやークリスマス。いやー、お前がここにいてくれて。トータルで言ったらもちろん私はこうちゃんが一番好きよ。でもクリスマスに関しては私今んとこテルが一番な気がする。私今まで鈴鹿くん、まどかちゃん、まさき先輩、しばくん、こうちゃんやってきたけど、クリスマスに関してはちょっとこれはこれを越す人はいるの？これはすごいね。てるくんだけちょっと別格じゃない？ちょっとつーメリークリスマス、てるくん。毛布がかかってる。そっか、私寝ちゃったんだ。いやー、すーごいびっくりしたー。おはよう。あー、その服はいいわ。てるくん、おはよう。大丈夫？うん、その、言っとくけど、俺変なことしてないから。いいのに別にしてくれても。それで、あのさ。うん。あら、そこに俺のジャージ置いといたから着替えろよ。これなんかもうこれクリアした後の展開。まあ水着だしね。そう水着だから寒かったのかな、寒そうに見えたのかな。なんかもうこれ完全にクリスマス、違うクリスマスじゃない、クリアした後の展開だと思うんだけど。これはこっちテラさんいたっちゃいませ。ジャージどうして？見せたいものがあるんだ。お、海に入るんだよ。海に入る？ 12 月よ。待って、おかしいおかしい。ちょっと待って。第一、水着もないし。待って。いや、着てるわ。奇跡的に着てるわ、私。平気。ドライスーツ貸してやるから。あ、そう？ジャージの上から着れば濡れないし、寒くないよ。あ、私も入るの？私も入水するの？急げよ。時間がないんだ。何？私たち二人ともない職場を失ったか何？二人とも入水自殺をする。すごいバッドエンドじゃない？てるくん、やっぱり。何？二人は将来を嘆いて入水自殺するの？これから。当たり前だろ。受水自殺っていうのあれ。何だと思ってんだよ。見せたいものがあって、暗くて辺りがよく見えない。あら、夜の海？ちょっと待てよ。はい。もう少しだから。はい。あら！なんか、オープニングから何年後って感じ。すごーい。しかもサーフボード持ってんの？ああ。こうして海に浮かんでみると、まるで別の星の夜明けみたいだろ。すごいね。王子のシナリオってこんなに充実してるの？もう私 GS2 初プレイ並みのなんか発見なんだけど。すごいね。
私ね、他のキャラはやったことがあるけど、こんなに王子様だけ特別扱いなの。そうだね、なんだか不思議な感じがするわ。何度見ても不思議で綺麗だ。だからどうしても一度、お前と一緒に見ておきたかった。ありがとう。海もキラキラして綺麗。あららららら、ら俺この時間の海が好きだよ。ああ、穏やかで神秘的で人魚に会えそうな気がする。まあね、人魚じゃなくて、まあどっちかっていうとシーマンなんだけどね、私は。ごめんなさいね、シーマンで。ああ、テル君、もしかして。そろそろ戻ろう。コーヒー飲みたくなった。お、うん、テル君のコーヒー飲むの久しぶり。甘い。俺もバリスタじゃないんだぜ。まあ、たまにはお前マナティとかサハギンとかチョウチンマンコウとか、ちょっとどうしよう、チョウチンマンコウって言っちゃった。ナチュラルにごめんなさい、本当。アンコウだよね。あ、たまにはお前が入れろ。じゃあブレンディでいい？ほら、しっかり捕まってろ。お、ぼやっとしてると落っこどすぞ。こんなは、すごいクリスマス、すごいね、この作り込み。いや、ちょっとびっくりした。いや、あのクリスマスはすごいね。あ、閉店のご挨拶、三越を富江さんへ。急に店を閉めてしまったことを許してもらえないかもしれないので、それでもあなたにはお詫びをしていきたかった。本当にごめんなさい。あなたが三五条を試してくれたたくさんのことは決して忘れません。それはきっとテルのやつも同じでしょう。あのマスター、予告なしの介護は給料1ヶ月分を払ってくれるっていう決まりがあるんですけど、そうよ、予告なしの突然の解雇はね、って給料1ヶ月分を支払うっていうね、現実があるんですけど。マスター、でも私あんまり結局サンゴ礁が閉店した理由を分かってないんだけど、これは私が察する力がなさすぎるのかしら。ちゃんと抗議しないとって。そうよね。じゃあおデートは、じゃあこの、あら、切れない。じゃあ何にしよう。あら、何も属性がつかない。あら、あら、何がダメなんだ。ん、この毛皮のコートは何属性なんだ。なんだろう、あ、エレガントなの、このコート。これエレガントなのね。じゃあ、あら、呪い、アンダーがダメなのかな。あら、ボトムがダメなのかな。まあ、じゃあこれ、うわー、もうパーコじゃん。もうこれパーコじゃん。ピンクしかないじゃん。あ、テル君もう来てる。あ、また遅刻したのね。ごめんね。あ、もうちょっと可愛く言ったら許す。あら、でもデートはできるのね。閉店しちゃったけど。行きましょう、行きましょう。うん、すごく好きでしょ。うん、うん、うん、分かってる、うん、分かってるわ。あ、ででではもう大丈夫よ。気分いい。人気も少ないし、いいな。冬の海本当に好きなのね。少し海岸歩こう。そうね、冬の海って、うん、風の音がやけに大きいような気がする。
お、これぶりっこすぎるかな。飛ばされちゃうよって。 1?1 行ってみる。 3?3 かな。でも1の反応を見てみたい。多分3なのかな。でもねえ、1の反応を見てみたい。よし、どんだけ。おっと、え印象悪くしちゃったかなっていうか、冷たくない？お前さ、うん、なんか疲れてる？無理すんな。え、飛んでけって言われたんだけど。なあ、まだ時間あるならちょっと寄り道してこうぜ。うん、よし行こう。え、最後のデート？え、最後のデート？え、どういうこと？ところでてるくん、何？学校のことについて聞く。学校の方は最近どう？最近どうって、あ、お前はサラリーマンか。やっぱりこの開始しかないのね。はいはい、煩わしい。でも卒業したらどうするんだろう。俺店あるし。ん？学校の奴らとちんたらやってる暇ないし。え、いや、もう店はあの、もう店、どうしよう、テル君が病気になっちゃった。え、どうしよう。俺の高校生活だ。テル君がショックで、ほっとけよ。テル君がショックでちょっと病気になっちゃったかもしれない。よほどショックだったのね。ごめん。最後のデートなの？え、本当に？どういたしまして。どう、じゃあまた。え、なんで、なんで狙ってるキャラなのに。ちょっとテル君だけ特殊なのかな、今までの王子と違って。まあ今恋愛だから、まあじゃあ魅力をあげましょうか。結局家デートなし。ねえ、家デートがないまま終わっちゃうのかな。はい、今年も一年アルバイト頑張りましたね。こんなところか。おっ、今来たわ。こつちいちゃんいらっしゃい。こんばんは。今年も考え事？お。うん、ちょっとね。ねえ、毎年何考えてるの？あれ、こんなことゆうくん聞いてくるっけ。結構痛い質問だわ。え、1年振り返ってただけだよ、どうしたの？なんだ、俺なんか心配事かと思った。あ、考えて損した。やっぱりね、あのてるくんの参考書は気になるけどね。ところでゆうくん、今年はないのかな、例のもの。おう、もちろんあるさ。何、例のものって。じゃーん、週刊テレビキャッチ、しかも特大号、紅白見るのよね。やったー、ついに赤白ステージクリア、俺ってすごい。なになに、でもステージってどういうこと？でもさ、あ、まだラスボスがいるんだよな。あ、ゆうくんようやく紅白歌合戦を何ちゃんと最後まで見れるようになったの？ラスボスって幸子かな。あら、ラスボス戦クリア。あら、大人の時間突入だ。あら、おめでとう。じゃあね、ようやくね、子供からね、大人の階段を登ったっていうことで、私が責任を持って筆下ろしの儀式を始めたいと思います。ね、この岡間とめさんがね、責任を持って、もう筆下ろしの儀式を。あら、寝ちゃった。薬が効いたのね。高校生活もあと3ヶ月か。いやー、GS2 も終わっちゃうのか。あ、年賀状が来てる。誰からかな。あ、わーお。
読めない。おしゃれな年賀状だけど読めないわ。あ、渋いけどかわいい。ひかみくん、あひかみくんらしいわね、これは。あ、おしゃれおしゃれ。ハリはやっぱりおしゃれなんだね。お、すごい、この背景何なんだろう、これ何なんだろう背景。お、あ、やだ、可愛いって言おうと思ったらあんましからだったわ。先輩、まあと少しで卒業ですね。少し寂しいな、またいっぱい遊んでください。遊びません。お、ええー、焼肉パーティー、あ、卒業式は焼肉し、実験室で焼肉なんてどうでしょう。ええー、かわいい、わーお。すごいわ、極道の中で来る年賀状みたいだわ。あ、ちよみ、メッセージが少ない。あんまり仲良くしてないからかな。あ、かわいい、あけおめ。ぽっちゃりんとももうお別れか。お、誰だろう。もしもし、あけましておめでとう。おめでとうございます。あ、てるくん、あけましておめでとう。うん、なあ、これから初詣に行かないか。行きたーい。っていうか、私今年は誰かと行けるのかな。別にあのカレーピッピじゃなくてもいいんですけど。一人でこの寒さじゃちょっと耐えられないしね。えそれじゃあちょっとしたら迎えに行くね。待ってます。さあ、気つけなきゃ気つけなきゃ。あ、リンゴちゃん誘いましょう。リンゴちゃん出てきてくれるかな。ブシさん誘えば。絶対に来てくれないと思う。絶対にクルブシさんは来てくれない。フルコンさん、あ、フルコンさんって東京の人。リョーティーちゃんは、あ、リョーティーさんは来てくれそう。リョーティーさんなら普通に来てくれそう。おっと、じゃあ、まあ、晴れ着にあのアクセサリーは似合わないだろうけど、まあ、チョーカーつけてきますか、晴れ着に。くるびさんが来てくれよ、自信持って来てくれるかな。富江、あ、明けましておめでとう。おめでとう。へえ、晴れ着来たんだな。うん、どう。ああ、うん、いいんじゃないか。ねえ、てるくんのね、あのコートも。あの灰色のモサってコートよりはいいと思うわ。いや、好き。お、よかった、気に入ってくれたみたい。行こう。脱がせにくそうと思ってる。そうそう、混んでるな。おう、これからあの人ゴミのゴミになるんだ。俺たち。ネガティブ。あの人ゴミのゴミになるんだ俺たちって、そういう風に言う人初めて聞いたわ。ゴミになるのね私たち。お正月から嫌な言い方しないでよ。見ててもしょうがない。あら、あと5分もう。え、貸せよ。え、今日私久々の生放送だからかな、すごいなんか時間経つのが早く感じる。よし、延長 OK。 よし、これをこうやって、じゃあ続きからやりましょう。え、せっかくさらっと言ったのに褒めるなよ。ほらね、はぐれるだろ。あらあらあら、今年はそんなこと言ってくれるのね。あら、かなり距離を縮まった感じ。あと、今年は何をお願いしようかな。学業です。一流れ大学に来たね。学業です。その願い、今日は何時までやるの。まあ、とりあえずでもときメモはクリアまで持ってくかな。うん、でその後雑談はどれぐらいやるかは分かんない。
まあなんせね、今日から3連休なんで。あ、おみくじ。どうする？お前引きたいだろ？もちろん引く。うん、じゃあ引いておいで。お父さんここで待ってるから。これ嫌いじゃないわ。このプレイは嫌いじゃないわ。ダメ、お父さんも引くのってお前も乗るんだ。あー、混んでるのに。ねえ、今年最後ぐらい大吉出して。さて、私の今年の運勢は。はー、反応に困るわ。テレ君はどうだったのかな。大吉おだって。いいなー、よかったね、テル君。うーん、そうか。嬉しくないんだっけ。だからだよ、今年が大吉って言われてもな。おう、10代だぜ。将来はどうなんだよ。ネガティブ。いいよ。ネガティブ。お正月から屈折、ほんと屈折してるわ。これが高校生活最後の初詣なんだな。わー、ほんともうちょっとで終わるんだね。いろいろあったよね。ああ、ほんとあっという間だった。あっ。あっという間だった。ん、俺さ、うん、店のことばっかでごめんな。お、いいよ、しょうがないよ。ありがとう。でも私たち付き合ってたっけ。あれ。あれ、私たち付き合ってたっけ。ねえ、付き合ってるの私たち。ねえ、なんか。ねえ、付き合っててね、店のことばっかで放置しちゃってごめんな、ならわかるけど、別に付き合ってはいないと思うんだけど、まだてるくん。はてはて、ありがとう、送ってくれて。いいよ、俺が送りたかったんだ。わお。なあ、うん、俺さ、神様に頼んでみたよ。なになに。自分に正直でいることと、うん、人を傷つけないこと、なんとか両方叶えてくれないかって。うん、てるくん。もう一つ、今年がお前にとって、あら、いい年であるようにって。あら、これは。これはさらっと 言ったけど、これは嬉しいわ。あら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 、これはさらっと 言ったけど、これは結構嬉しいわ。俺本当に祈ってるんだ。おう、信じてくれるか。この声優さんは森田さんです。うん、私も祈ってるね、テル君の一年がいい年でありますように。サンキュー。じゃあな。あ、はい。あら、何か悩んでるみたい。全くその悩みがわからない私は。お姉ちゃん、いる？いません。ここでここはマジか。メッチ？メッチだったら怒るよ、ほんと。最近さ、誰かとなんかあったんじゃない？誰？だって今日元旦でしょ？もしそうならさ、今のうちにフォローしておいた方がいいと思うよ。うん。あ、仕方でも大丈夫だけど、私は、なんか嫌。解消しておきたい。ちょっと、誰よ？今開けるね。誰？あ、でもそっか、パラ上げしないと。そうだよね、パラメーターも上げなきゃ危ないんだよね。でもちょっと誰、とりあえず。そう、リッチしてこない。そう、すごいのよ、お金だけはすごいのよ。ね、うん、うわよりにもよって。ないない、よりにもよって。そこか。またいつでも呼んでね。最後のデートがあまして嫌です。
あ、だ、あ、気配りやばいわ。え、気配りって、え、気配りって、気配りって遊ぶ？友達と遊ぶ。あ、じゃあ美術部だから、美術部やりましょう。おい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 、すげえブーブー言ってるけど。あ、東堂さんの誕生日、達子はまあ買いに行きますけど、すごかったね今のブーブー具合。あー、アンティークカップでも良さそうだけど、意外、あ、そうだ、ネイリスト、ネイリストになりたいって言ってたもんね。そうだそうだ、ネイリストになりたいって言ってたわ、あの子。今週はうまくいかなすぎじゃない、ちょっと。なんや、中途半端やな。あれ、頑張ってもっとやる気出しや。あら、テル君じゃないの。あと、千代美と遊ぶといいのね。